イタルズバーチャンネル、イタルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、1ヶ月ほど前の動画で日華ウイスキーのシングルモルト余市ノンピーテッドとシングルモルト宮城郷ピーテッドの限定ボトルが発売されますよというお話をさせていただきました。で、本日こちらシングルモルト余市ノンピーテッド入手することができましたので、こちらの方にスポットを当ててテイスティングをして皆様にお送りをしたいと思います。まあ、これ入手できるかどうかもう何とも言えないですよっていう話をしてたんですね。で、残念ながら宮城郷の方は入手することができなかったんですけど、余市がなんとか入手できました。まあ、どちらかというとね、私たち余市のノンピーテッドというのをね、ぜひ飲んでみたいなと思ってたので、まあ希望通りこれが入手できたのでね、喜んでますし、めちゃめちゃワクワクしてます。2024年に創業90周年を迎える日華ウイスキーさんなんですけど、その90周年に向けた日華ディスカバリーシリーズの第1弾として余市と宮城郷のこの限定ボトルが発売をされました。で、今回のこの限定ボトルなんですけど、原材料の違いがもたらす個性に着目をされました。で、余市と宮城郷の隠れていた意外な個性を引き出してボトリングをしたということなんですけど、まあ、コンセプトは逆転ということなんですね。余市と宮城郷はそれぞれの個性があります。で、余市蒸留所はピートの香りをアクセントとした原酒で、宮城郷蒸留所の方はフルーティーで穏やかな原酒というのが特徴でございます。この個性を逆転をさせて、余市はピートを外したもうノンピーテッドということで、逆に宮城郷はピートがないところへヘビリーピーテッドをかぶせてきたということなんですね。で、今回のこの余市なんですけども、まあ、これウイスキーファンの方ならご存知だと思うんですけど、石炭蒸留による力強いスモーキーな味わいで非常にボディ感のある原酒が特徴ということなんですけど、ただその奥底にフルーティーさがあるんですね。それだけを前面に押し出したということでね、めちゃめちゃ楽しみです。で、今回の余市のノンピーテッドなんですけど、余市蒸留所の最古のノンピーテッド原酒、1989年のですね、蒸留の原酒が含まれているということでございます。ボトルの特徴なんですけど、通常の余市なんですけども、通常の余市はスモークガラスなんですけど、透明ガラスになってまして、このラベルの方も通常の余市の方はこんな感じでシンプルなラベルなんですけども、爽やかな感じで仕上げられてます。アルコール度数の47度で、限定数は1万本ということで、一部は海外の方にも輸出をされてるということで、国内で何本流通したとかいう、そういう細かいことはですね、不明でございます。で、価格の方が2万円で、税込みで2万2000円と、以前の動画でもお話をしたけど、なかなか強気な価格をつけておられまして、昨年の余市の限定でアップルブランデーウッドフィニッシュというのをご紹介をさせていただいたんですけど、あれが1万5000円プラス消費税だったよな、うん、こちらですね、これも非常に評判がいい一本でございまして、まあ、これも奇跡的に入手することができたんですけど、まあ、今回も余市開封してテイスティングをしていきたいと思います。というわけで、テイスティング入る前に今これ開封してこのペリペリを剥がしたんですけど、なんかウイスキーアドバイザーがこのペリペリに関してなんか言いたいことがあるということで、こっちが普通の余市の今開けたやつで、うんうん、上にこの丸いものがついてて、うん、日華の特徴ってこの天面にフィルムがしっかりついてて、うんうん、これ丸く剥がれるんやんか、うんうん、今回のノンピーテッドはそれがなくなってるわ。あ、ほんまやな、うん、それあんまり深い意味ないんちゃう？いや、ないと思うけど、コストカットなのかな、ちょっとこれから日華なくなっていくのかなっていう。この丸い部分、実はアップルブランデーのやつが、うん、リンゴがすごいちっちゃいと書いてあるやんか。これがすごい可愛くて、今も俺の財布に入ってんねん。これ入ってんのかい？今も取ったんね、財布のポケットの中に入ってて、細かいこと。今年どうなんかなと思ったら、ないわ、あれっていう。ウイスキーアドバイザーが気づいたということでご紹介をさせていただきました。というわけで、香り華やかよ。あー、華やかで甘さくるな。甘い香りやな、うん、結構甘いで。これなんかさ、リベット感ない？うん、あるある、リベット、リベット、リベット。これリベット？うん、うん、リベットよりもこっちの方がフルーティーやね。全体的な骨格がさ近いよな。どれに似てるかって言われたらリベットやわ。飲んでみます。めっちゃフルーティー。あ、そうそう、この余韻の感じが余市やわ。うん、この石炭地紙蒸留による、せやな、飲んだ瞬間さっき
嗅いだあの甘さよりもフルーティー感めっちゃくるよな。で余韻で余市のちょっとボディの厚めの感じがきます。あ、この焦げたような感じがやっぱり余市やな。あ、面白い。これはこれうまいわ。ピートないのに余市や。味の方はもうグレンリベット影も形もない。香りだけやな、うん、香りだけちょっとリベット感あるけど、飲むとさすが2万2000円だけのことは、これはなかなかいい。醸造の時の話なのな、このピートがどうのじゃなくて、マッシングする時の工程がしっかり余市やからこの味がいってる。余韻も長いな多分ね。このボディ感はあの石炭直火やからどうのこうのじゃなくて、その前の発酵の時の工程に何か違いがあるような気がする。かな。加水で飲んでみたいと思います。今度甘さがどんどん強い。フルーティー感から甘さが逆転するな。でもボディ感はしっかりしてる。余韻のこのずっしりした感じがすごくいいな。うん、麦感もしっかりあるから、うん、これはいいわ。余市のレギュラーバージョンと比べていきたいと思います。これ余市のレギュラーバージョンです。こちらの方を香り書いてからこっちを書くと、もうめっちゃ若い。あ、熟成年数が桁違いやわ。うん、あ、もう熟成感がもう全然ちゃうな。でかつやっぱりピートが乗ってるし、うん、でもこの原酒の重さっていうのはしっかりある。このノンピーテッドの方がボディ感はあるような、余韻も、うん、ああ、こうやって飲み比べるとピーテッド、ノンピーテッドすごいわ。ただ骨格は一緒、当たり前けど同じ余韻やしな。ただその熟成年数とピートを取ってるというところで、さあこのノンピーテッド原酒以外に何年ぐらいのものがブレンドされてるかっていう情報は一切ないんですけど、まあまあ熟成年数は熟成感は二回りぐらいのんぴってるのがあるわ。何遍も言うけどこれはよくできてる。あ、この余韻がいいな。フルーティーでボディ感のある余韻が。先ほどね、香りのところでリベットにめっちゃ似てるって言ったんですけど、飲むと全く違います。はい、ほんま熟成感はすごい印象的やし、うん、さすがに値段が値段だけにな、すごいのを作ってきたなって感じ。これはすごいな。アップルブランデウッドフィニッシュもすごいと思ったけど、また全然違う意味ですごいな、うん、これは価格相応かなという感想を持ちました。日課のウイスキーの、まあ、ブレンデッドとかも含めてさ、うん、結構どれも適度に重みがあるやんか、うん、やっぱそれを下支えしてるのってこの余市の原酒やんなっていうのを、うん、ノンピーテッドで実感するという素晴らしい試みだと思います。ディスカバリーシリーズ恐るべし。逆にこれで同じような熟成年数でヘビーリピーテッド飲みたいかな。ということで、今回はこの余市のノンピーテッド限定ボトルご紹介をさせていただきました。宮城郷のヘビーリピートもご紹介できればよかったんですけど、まあ、そちらの方は残念ながら今のところ入手ができてないので、ただ私たちのこの念願の余市のこちらの方を入手ができましたのでね。そして非常にもう期待通りの味でございました。明日から当バーでご提供させていただきますので、もうご興味ある方はぜひいらしてください。というわけでこの動画が参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もまたよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローの方もまたよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。というわけで本日10月のこれ3日に動画を撮ってるんですけど、禁酒令が明けまして本日3日目の営業が終了して撮っております。なので久しぶりにこういうバーテンダーの格好してるんですけども、まあこのおかげさまでこの3日間本当にたくさんの方来ていただきました。でね、もうね、来はる方ね、みんなねテンションが高い。今回の緊急事態宣言1ヶ月半続いたので、もう皆さん外で飲むっていうのはこの1ヶ月半我慢を強いられた方ばっかりで、もう来てテンション高くて、もう何でもええから飲ましてくれみたいな、注文も任すわみたいな人がね続出をしまして、一杯目の生ビール飲まれてる時の皆さんの顔が幸せ、幸せ、もう幸せっていう、もうね、この酒ってやっぱりすごいなと。で皆さんね、家でも飲んではるんやけど、やっぱ家で飲むのと店で飲むのはやっぱり違うってもうみんな言わはりますし、まあ、私もそう思いますし、もうね、こういう禁酒は今回がもう最後にしてほしいなってね、この3日間でつくづく思いました。でやっぱりね、お酒を提供させていただくものとしてはね、やっぱり楽しい、お客様の幸せな顔を見ながら仕事をさせていただくというのはですね、何より楽しいなっていうふうに改めて感じました。お酒って菌が糖を醸してできるやんか、この人の輪を醸すのもまたお酒の力なんだなってすごく強く思ってて、そうそうですね、もう
ウスカラバイザーだ、英語で言いました、人の輪を醸すのもお酒っていうことでございます。明日からも、まあ、まだ時短なんですけどね、21時までなんですけど営業していきますので、またぜひいらしてください。まあこの動画をご覧いただいてね、来ていただいた方もね、この3日間結構いらっしゃって本当にありがとうございます。というわけで本日はこれまで、おしまい。